また親分に怒られたぜ。なんでまた怒られたのかい。また理不尽なことでよ。おう、いや、うちの親分と来たらよ、何にもしねえのに偉そうなことばっかり言いやがって。おう、だからこぎ使うんだ。動けねえだろ。動けないからあれ取ってっていうの。そうやって言い過ぎてデブになったから。こら！何が？おいぶ！あ、おいぶ！おいぶ！これでも痩せたんだよ、バカ野郎！親分じゃねえよ、座長だ、座長！座長！いや、ジョロ屋の女郎衆が暇してんじゃねえかい。いやね、そんなこと言ったって。客がいないんですよ。客がいなかったら、客がいるところにでも行ってな、そうでも引っ張っておめえたちが連れてくるのがおめえたちの仕事だから。おめでとうございますか。本当に待ってよ。さあ、うちはな、いろんな女がいるな。さあ、どんな女がいい。いろんな女。おう、そうじゃありませんが、あの、わしは買ってもらいたくて来たんでございます。何言ってるんだ、おゆみてえなじいさん。買えるわけねえじゃねえか。いやいや、わしじゃございません。娘のやつを買ってくれって言ってるんです。なんで、娘さんかい。ええ。あ、どうしたどうした。なんでも、じいさんが買ってくれと。あ、ええ。帰ろうが、うち老人ホームじゃねえんだぞ、お前。帰せ。そうじゃなくて、じいさんの娘を買ってくれと。娘だったら、あれでもそれはねえ。ええ。おめさめ、ええ、娘を売りに来たってな。あ、さようでございます。あ、そう。俺がだ、仙台屋の急増ってんだ。はい。よろしく頼むぜ。ええ。で、娘を売りに来たってな、一体どういうわけだ。あ、ええ。それがでございますがね。あの、わしの村というのは随分と貧乏な村でございまして。そうかい。どうして娘を売ろうとしたんだ。はい、さっきも言った通り、わしの村というのは随分と貧乏な村でございまして。そうそう。それなのにお代官様というものは年貢を納めろ年貢を納めろの一点張り。なるほどな。はい、そこでみんなで困ってて、そこでわしの娘が、お父っつぁん、私でよかったら私を売ってお金を作ってくださいませって、そんな可愛いことを言ってくれる娘でございまして。そうかい、そうかい。おめえさんがそういうわけがあるんだったら娘買ってやろうじゃねえかい。あ、本当でございますか。それでいくらで買ってほしいんだ。はい、できればあの50両ほど。おい、待ってくれ。たかが田舎の娘に50両だったらどういうの首が太いってもんだ。半分の25両が関の山だ。いえ、この通り、おねげでございます。いやー、そうや、そればっかりだ。おねげでございます。買うよ、いいよ。大丈夫やるよ。ありがとう。大丈夫だった。50両だな。ええ、50両出してやるよ。だが、玉見なきゃ話が進まねえ。ああいうところちょっと玉見しておくれ。おお、なんで。お前、田舎娘が似合うのいい女だな。ここにいるのがな、あの、仙台屋の親分様だ。おめえから前差しなさい。はじめまして、ケツ裏の福兵衛の娘で、おたらと申します。どうぞ、お願いいたします。お、変わった喋り方するんだね。ああ、そうかそうか。はい。ああ、それじゃあ、お姉さんが50両で、うら、ああ、分かった分かった、この娘だ。ええ。この娘だったら50両で価値があるな。ああ、そうですよ。分かった。だったら、お、風呂入れてやれ。な、ええ、それでしょ。ああ、金だ、金だ。ああ、金だ、私が。ええ、な、50両で。ええ。ああ、ええ、手がしな、手でございますか。ええ、で、何それでございますか。いちいち芝居がうるさいよ。じゃあ50両渡してね。はい、渡してね。だったらな、おい娘、おめえおたふとか言ったら、はい、おめえほら、これから客玉のめきゃいけない。とりあえず風呂入ってる風呂、それでおくれ。主人のケツ風呂とか言ったら、それじゃすぐ取れたろ。ちょいちょい渡したら。はい、分かりました。ああ、ありがとうございます。それじゃあ、お楽しみ気をつけるんだね。ありがとうございます。あと、娘のやつのことはよろしくお願いいたしますが。聞いたから、えい、娘風呂に入れてやるよ。えい、分かりました。そしたらな、娘が風呂入ってる間におめえたち行ってくる。どこに。いつもの通るだよ。あの爺は50両の金持ってる。先回るってのはその50両、ああいうところかさまってくれ。やべ、今回ばかりは用意しておきましょうよ。なんで言わなきゃだろうな。あんなに喜んでたんですよ。はい、おめえたちがな、お前、日にち毎日いい飯食っていい布団に寝れていい女抱けてた誰のおかげだ。どういうおかげじゃねえのか。俺がこの考えのおかげでな、こうやってじじいがこうやって娘売りに来るんだよ。売りに来たらな、まずはいい顔して娘を買って金渡してる。それを後から取り返しゃ、金も女も俺のものだ。いやー、それでしょう。俺もうめえこと考えたもんだ。一人娘売った金、子分を使って届けす。向かいのイカ様、やらずぶったくれた子供とだ。これだからこの証明はやめられねえな。
やろう。たまに忘れてございます。ああ、とるんじゃないよ、それでございますか。ああ、その金はやめてくれ。ああ、待ってくれ、その金だけは消してくれ、待ってくれ。しまった、大事な娘を疑って、ね、取られてしまった。このままでは裏に消える子供できねえ、婆様にだって合わせる顔がねえ。わしは一体どうすればいいんだ。死んで詫びを入れるしかねえ。だがこの山の中では死ぬ者がねえ。わしは一体どうすればいいんだ。生かせる者これはきっと神様がわしに死ねって言ってくれてるんだ。ありがてえ。何枚だめ何枚だめ何枚だめ。すまねえだ。おじいさん、あっぷい。ああ、ありがとうございます。おじいさん、お姉さん、何を死なすんだ。哀れなるおじんじゃを持って死なせてやってください。冗談言っちゃいけねえやな。目の前で死のうとしてる人を黙って見過ごせるようなものじゃねえ。なおさ、どんなわけがあってかしまねえが、そのわけ俺に聞かせちゃくんねえか。わかりました。なら話だけでも。やっぱり死なせてください。おめえなんだ、俺の姿を見て死なせてくれってな、一体どういうこと。だっておめえさんなんか頼りねえから。切るぞ。ここにいるおっさんが死のうとしてたんだが、訳を話すと言ったなら俺じゃ頼りにならねえってから、俺の代わりに訳を聞いちゃくれねえか。じいさん、死ね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 死なおさ、それは、鵜飼のイカ様ってやつだ。鵜飼のイカ様。ああ、鵜飼のイカ様ってのはな、一度飲み込ませておいて後から吐き出させる。金も一緒だ。一旦持たせておいて後から取ろうってやつだ。なるほど、それじゃあの仙台屋の若い衆たちが、わしは一体どうすればいいんだ。心配には及ばねえ。パンチは俺に任せてよ、オケだ。お前ら、早かったな。そこで、自信はどうしたい。しっかりとやってみられました。お、そうか、だから金は今。ああ、重心だ、重心だ。さすがだ、さすがだ。ああ、それだ、ありがとう。で、自信はどうしたい。それが、随分と悲しんでおりましたよ。ああ、まあ、それはそうだろうな。で、縄で首くくって死のうとしておりました。お、そうか、それは良かったじゃないか。出たところだな、じいさんのお前がじいさんの幽霊だろ、出てきたところで。おやめ、おやめ、おやめ、後ろ、後ろ、後ろ、おやめ。何よお前、びっくりした。うわー。じゃあ親分様、村に帰ろうとしたの、その時にならず者に金を取られてしまいまして。ならず者に金を取られたって大変だ。首をくぐって死のうとしたところ、わしの甥っ子が通りかかりまして。甥っ子？その甥っ子が親分様に話があると、そこまでやってきました。どうぞ会ってやってくれますか。だからここちょっと連れてこいよ。はい、わかりました。おめえさんかい。その甥っ子さんってな、あら、もう一人か。おめえさんか、ここにいるじいさんの甥っ子さんは。おいいや、だいぶ実はそこにいるおじさんがお金を取られてしまったもので。ああ、そうらしいな。その代わりに私を買ってもらおうと思いまして。でけえな、でけえお金買えるか。でけえお金を買えるか。おい、ちょっとよく考えてください。無理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 。
いやいや、シルエットがでけえおばあちゃんでかくて猫抱いてるおばあちゃんですよ。お願いいたします。シルエットで言ってからどうか私を買ってください。無理だって、いくらで買ってほしいんだ。じゃあ50両。バカすぎるわおめえな。さっきの娘は生娘だったから50両で買ってやったんだ。おめえにはな50両の金はねえ。ダメダメだ、待ってください。まだ妻は、ああ、ムラしています。ムラ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 。お願いいたします。いや、待ってください。お願いでございます。無理だから、本当にお礼でございます。この通りお礼でございます。いや、韓国のポッドゲーさせてな。もういいよ、分かった分かった。じゃあ、あの、またほらね、分かりました。じゃあ、買ってやるよ。本当にございますか。ありがとうございます。おー、もらったか。おめえ手どうした？やられました。指どうした？やられました。やられた？やられたのに。やられた。やられたんですよ。足の半ですこれ。止まるといたんだよ。手のもいいやいいやとか。まあいいやいや。それで、あ、もう50両だ。もう受け取ったろ。だったらお前早くこっち来い。な、風呂入れとるよ。待ってください。なんだ。妻と。ああ。一緒になってまだ美月。まだ美月。わ別れをさせてください。仕方がねえな、長くはならねえぞ。早くもしてくれよ。ありがとうございます。妻子や必ず迎えに来るから、待っていろよ。待ってください。どけ。お願いですからね。お願いですから、ね、お願いをさせてください。うるせえな。合わせと言ってるんだってくれ。おい、頼むよ。おい、今が悪いやつら、てめえってどことになりもたい。おい、やっぱりおかしいと思ったら、てめえ女じゃねえよ、男だな。てめえ汚い野郎だな。何？金を貸すのはよかったが、金を返せねえときには娘を連れていくか。ヤクザの風上にも置けねえ野郎だ。なんでみんな後ろ向いてんだよ。甘神はほっとけ。見逃してやれ。どもるじゃねえ。どもどもってこい。叩けるからそう思え。やめろやめろ、おい、止まるやろ、やっちまえ。何する、何する、ちょっと待って、何すんの。やいせんだよ。娘を出せ。息子の命はねえぞ。おい、そうさん、うん、ワグ、お父さん、さあ、娘さん、後のことは待ちます。早く行きます。ありがとうございます。仙台屋の親分さん、あら、何から何まで本当にお世話になりました。腹立つわ。腹立つわ、いつは。やい仙台屋、俺たちが通るのは東海道。悔しいか。悔しかったら追ってきな。かげれると言ってやるてえところだが、てめえたちが来るのを本勢せえて待っててやるぜ。あばよ。あばよ。あばよ。なぜバカなの。おい、メラ、このままよ、この俺様がバカにされて指をくわえて引っ込まれりゃやれな。これから言ってあの野郎だし必ず叩き取れ。メラ、喧嘩したんだ。よいよしまいよ。この仙台や久蔵様を騙すとはどういう気持ちってってもんだ。黙れ、やめろな。この野郎たちとは何にもない。どっからなるとかかってこい。やめろ、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 よくやるやつだな。おい、だがよ、俺が一人じゃねえんだよ。なんだと。俺じゃな、末吉本の大先生がいるんだよ。ちょっと待ってろ。もし国定修二の親分さん、国定修二、こちらに来ておくんなせ。あり、国定修二ってあんなブサイクなんだ。この人がこの演出のためにこれ買ったらしいです。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これは何ですか。修二はな、
いつも強い奴の味方なのだよ。てめえまで俺を騙しやがってか。おい、だったらてめえからやってやるわ。かかってこい。中将にお願いいたします。よし、面白い。やるわ。やってしまえ。やらないんだい。中将、お前はやらんのかい。おじめ、お願いとだ。かかってこい。やるわ。危ねえところ本当にありがとうございます。ありがとうございました。誰？俺。ああ！おめえ小作じゃねえか。おめえとっさんじゃねえかよ。じゃどこで何やってんだ本当に。とっさん。とっさん。中将やぶなんてことするんだよ。こいつは中将やぶなんかじゃございませんだ。違う。わしの村のわしのせがれで小作でございます。それじゃとっさんのせがれかい。ええ。やい。はい。それじゃてめえ。中将親分の名前を飾るようやったら、中将親分の名前使ったらみんながよくしてくれるだで、してくれるだで。おめえさっきの韓国語みたいなのどうした？いやいや、もう全然生チリンコ。生チリンコ？全然もう。なんだ今の言葉。いいか、これから先は人の名前を飾るんじゃねえぞ。え、申し訳ありません。娘さん、おめえさんからも何か一言言ってやんな。兄ちゃん、心配してたんだよ。ごめんね。いいか、これからはまっとうに生きろ。分かったな。はい。それじゃあ兄貴、俺たちは行こうか。気をつけて。おう。あの神人さ、何でいい？何から何まで本当にありがとうございました。何？レミアンを呼ばれ。止めなさい、止めなさい、止めるかもしくは一緒に踊りなさい。一人だけやらすんじゃない。おじゃぎぎ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 レレ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